作品を見ると結構まあ、こういうふうに言い方は失礼ですけど、個人的な興味がすごく印象の強い作品だけども、だからあまりそういう政治的な、あまりそういう社会的なことには興味がないのかなというふうにも見えるんだけども、そうでもなく、いや、そういうところはやはり。興味はあるんだけど、直接的にタッチしないっていう、それはね、歴史をやった時からの基本姿勢で、現実的なことには直接的には触らない。なぜ？それはね、建築家の仕事、建築家のやることではないって気持ちがやっぱ強いですよね。建築家のやることは、そういうことをやる人たちと協働しながらやるっていうべきで、それともう一個はね、建築家っていうのはそういうことはあんまり得意じゃないっていう 感じがあるのね。それはね、やっぱ歴史やっててつくづく思ったんですよね。まあ、日本で言えば丹下さん、丹下健三、彼はやはりそういう社会的な多分関心っていうのがすごく高い、すごく強かったですね。高いし、まあ、先ほどの話の中でもあったんですけども、もちろん建築的な関心というのもすごく伝統の日本、または国際的なそういうモダニズムというのをどういうふうに統合させるのかっていう、その2つがあって、藤森先生から考えると、あの時代では今ないっていうふうな。ただね、丹下さんもね、最初はハンネス・マイヤーみたいな人だった。マルクス主義者ですから、学生時代は。それをマルクス主義が弾圧された時期に変わっていくんですよね。だからハンネス・マイヤー的な人からだいたいね、グロピウスみたいなところへ行って、最後はやっぱミス的なところへ行ってますね。それでね、もう一個は、まあ、最初は非常にこう反国家的な立場の思想はもういっぱい文章書いておられるんです。やっぱそれが、で一種こう挫折をするんですよね。でハンネス・マイヤー的な生き方はできないっていう。でハンネス・マイヤー的な生き方をした仲間の人たちは大体刑務所入ってますから。それでもう刑務所入って、彼は刑務所に行かなかった。この代わりやっぱし、その時代ごとの、その時代の大きな流れを表現するっていうのが変わる。丹下さん以降も、日本の建築家の強さっていうのは海外の伝統について割合こう冷静に見れる。例えば僕が感じるのは、ドイツの人はやっぱフランス的な伝統あんまり好きじゃないですよね。フランスの人はドイツ的な伝統、行くと話してるとさ、フランスの人はあんまりミスなことしないし、ドイツの人はこの人なんかいるのかみたいなことですよ。でそれはないんですよね。日本の人はほとんどパラレルで、みんな同じだってね、全然平気で、おうおうで見ていくでしょ。あれができるっていうのは非常に、どまけん日本の伝統はね、自然に知ってて、あれは非常にこういい方に働いてるんじゃないですかね。何か日本にそういう環境っていうんですか、藤森先生が言うそういう土壌、建築に対するそういう土壌があるからこそ、そういう新しい発想が生まれてくるんじゃないかっていう中で、そういう須崎先生は丹下さんを乗り越える、またはその次の世代、須崎さんたち、まあ、藤森先生もそうですし、伊藤さん、伊藤豊さんとか、彼らもその前の世代を乗り越えるっていう、何かそういうふうな、何か乗り越えなくちゃいけないっていうのが、何か土壌として、環境としてあるから、日本の建築っていうのがいつそれも。は強くありますよね。明治にヨーロッパ入れましたよね。で日本から見ると突然入れちゃうわけですよね。でもうそれで行こう。それで、まあ、途中からヨーロッパの伝統と日本の伝統、ヨーロッパのモダニズムと日本の伝統、そういうのをベースにやろう。それとびっくりするのはね、割合ね、非常に変な言い方ですけども、
日本の伝統なんですけども、先生に学ぶってことやっぱちゃんとするのね。そういう子、先生を尊敬するってもするのよ。でヨーロッパの人たちの話を聞いててね、びっくりするのは誰に学んだってあんまり言わないのね。みんな自分で想像してみたいなこと言うでしょ。こんなことありっこないんで、芸術の歴史って調べてみれば全部前のものを学んで否定しまいないで済んでる。日本の人って割合素直に誰々に学びました。で磯崎さんだと丹下さんに学んで、まあ、磯崎さんのうんと正確に言うとね、丹下さんを通してのコルビュジエだって言いました。それはね、あとでだいぶ偏ってるっていうのは気づいたって言いましたけど、そういうなんか学びながらそれを超えていくっていうのは、でどう言えばいいかな、で先生は弟子が自分を超えていくっていうのは寂しいんだけど、それは頭返しにすることはないんですよね。それはそれは丹下さんのとこからあれだけの人材が育つわけですよ。だけどでそういう人材がこう自由にやることを丹下さんは非常に好みましたからね。その、まあ、先ほどもお話しした丹下、まあ、さんの時はすごくもう社会的政治的いろいろな面で幅広い、うん、多えたんですよ。けれどもそうそうやっぱり感性建築 の, その美学というところですごく奥深く入ったっていう中が、うん、どんどん世代が、まあ、現代に近づいてくるっていうことと ともに幅がどんどん狭くなってきて、その奥がどんどん深くなっていくっていう、その多分光景に今いるんじゃないかなっていう中で、まあ例えばその、まあ、藤本壮介とか、まあ彼らっていうのはそういうあまり社会的な問題というよりかも建築のディテールというかこだわりというかっていうところにもう特化してるっていう中で、藤森先生も同じその若者と同じ視点でやってるんではないかなというふうに思うんですけども、その中で何かすごく気になるというか、気になるっていうのはですね、いや例えばね、まずいんじゃないか、丹下さんみたいな ああいうこともやっぱり我々は考えなくちゃいけないんじゃないかっていうような、それはね不安はあるのかっていう、まあまあそこはねあんまりねないの。その辺の不安を一番言うのは伊藤さんですよね。若い連中があまりにこう縦割りになっちゃった、縦割りで宣言になって、伊藤さんはされるけど、ただ僕はね基本的にはあんまりその辺は安心してるのよ。でいろんなこういろんな連中が特化したのがいろんな方向に現れてくるんじゃないかなと思って、まあ、その一つがまあ藤森先生のかもしれないんだけど、でそれがいつかねなんかまあやっぱこうどっかでなんか一体化していくだろうって気はある。だからそれがどうなるか分かんない。だから正反対のものがどっかでつながってくるようなことが、それは伊藤さんとね、あんまりこうローカルの話になるけど、僕と伊藤さんは同じ地域で同じ時期に座ってる。だけどで俺若い時から親しいでしょ。お互いの仕事はもちろん尊敬してるんだけど、伊藤さんと話すことがあるのは全然こう言ってみれば反対向きだけど、どっかで何かこう一致することがあるんじゃないかなっては思ってる。だからまあ今のそういうかなりこだわり建築が、まあ、世界ですごく認められてるっていうのもあるけども、まあ、将来的にはこだわりがいろんな形でつながって大きい、そうそうそう、なんかなるんじゃないかなっていうね、建築の、なってくれればいいな。それはね伊藤さんとはね生きてるうちありえないっていう感じでいるんだけど、あ、そうなんですか。だから僕らのうちにはやっぱり反対向いたままだろうけど、でもなんかね基本的になんかどっかで一致できるって感じはあるんですよね。それがわからないだけで、どうなるか知らないけど、まあ50年後先ぐらい、いや50年じゃ無理じゃないか。